オ。皆さんこんにちは、ビジュアル手掛こと峯村啓司です。毎回さまざまなビジュアル系バンドを逮捕し、最新情報をお届けするこの番組。今回の容疑者もあちらに潜んでおります。では逮捕しますか。ビジュアル逮捕やめろやめろ。改めてこう復活させようと思ったというか、きっかけは何だったんですか。きっかけはもう本当に偶然で、うん、友達同士で飲んでたんですよ。友達同士っていうか、はい、僕とドラムのガオと、うん、あともその共通の知人と3人で飲んでたんですけど、はい、そこに涼太さんが、遊びに来たんですね。はい、はいはいはい。で4人で飲む予定だったんですけど、うん、実はその共通の知人がもう一人実は呼んでんだよねっていう話を突然し始まって、うんうん、あもう着くわって言って来たのがベースのたかしで、それ仕込みだ、仕込みだったんです。そのたまたま友達の仕込み、友達の仕込みだったんだ。僕ら全然知らなくて、うん、やっぱりまあ昔のキャッチフレーズで昭和歌謡ロックって僕ら言ってたんですけど、うん、やっぱりそのどっかしらこう昭和の匂いを感じさせる、うん、ちょっと湿度の高い、うん、ホタルの曲、うん、まあ、さっきの話にちょっと戻りますけど、うん、今この年齢でよりその説得力が増したというか、うん、楽曲を奏でる時に、うん、なんでその今の方がよりきっとしっくりくるタイトルになってはいるんですよね。ビジュアルデカ Z では出演してくださるバンドさんの最新情報を募集しております。多選は取りませんので、どしどし応募ください。